できるなら無修正のお尻がわかる。でも法律でダメらしい、無修正のお尻って悔しいよな、俺たち法律には勝てねえんだ。だから陰で法律の悪口だけ言おう。マジあの法律ないよなっつって、お尻なんか無修正のやつダメだよなっつって、陰口叩くの得意、俺得意やけん陰口言うのマジでよっつって。法学部だけど、うん、無修正を禁止する法律はおかしいって刑法の教授も言ってた。そいつを筆頭に俺たち立ち上がろう。逆にそのにモザイクをかけるのは命への冒涜だと思いますって言って俺たち立ち上がろうぜ。まるで汚いものかのように。だってテレビ見てたらもモザイクかけるし、銀魂見たらもモザイクかけとる。同じラインにとあるモザイク、おかしい、おかしいよ。と同じ流れにその命が生まれるをモザイクかけるのはおかしいと。それこそ生命の冒涜だと思う。俺はおかしいよって立ち上がろう。で多分2日と持たず潰されよう。多分マジで戦えんと思うけど。でも負けると分かってても戦わなきゃいけねえ時が男にはあるんだ。でもモザイク解禁したら日本のむっつりが下がって変態大国じゃなくなる。いやきっと日本は変態大国だね。それでも絶対に技術を動かすからな。を否定してくる人を全力で駆逐したら、そらそう。え、否定してくるやつって何が楽しいん？これなんか砂浜とかで綺麗な貝殻とか拾ってる？いつも。